油刀は、道具の一種を指す日本語名称であり、次に示す三つの語義がある。入浴、洗面用の桶。茶道における、露地用具の一つ。日本の伝統的な飲料容器の一つで、木製漆塗りで継口と柄があるもの。なお、油刀読みはこの読み方に由来する。入浴用木製油刀、ケロリン桶一般的な桶の一種としての油刀は、入浴や、 洗面のために用いる平たい円筒形の容器を指す。日本語として、競技では日本に伝統的な木製のものを指すが、講義では入浴のための湯を入れる桶はすべて油筒であり、近現代では金属製、陶器、合成樹脂製等、木製以外の材質のものもある。日本伝統のもので柄がついた小さめの木製油筒は、片手油筒と呼ばれる。 サワラやヒバなどの木材で作られ、銅やステンレスなどの金属製のタガで固定される。日本の銭湯では、富山恵み製薬の薬品名を広告として、あしらったケロリンオケが広く使用されている。佐道における湯湯は、路地用具の一つ。寒中に茶会を開く際、来客の手を清めつつ温める目的で用意されるよう、 注ぐための木製容器であり、入り口に置かれたつくばいに置かれる。蕎麦湯の入った湯桃湯桃は日本の伝統的な食器の一つ。木製漆塗りで継ぎ口と柄のある飲料容器のこと。近代以前には湯や酒を注ぐための容器として、四国一般的なものであったが、現代ではほとんど使われることのない道具となり、懐石料理の他は、 蕎麦屋で蕎麦湯を入れるのに用いられる程度となっている。型として本体が昇格柱の角湯刀と円筒形の丸湯刀がある。伝統的な品は木製漆塗り仕上げであるが ABS 樹脂製品も多く見られるようになった。他人の会話に横から口出しする人のことを蕎麦屋の湯刀という。言語学用語の湯刀読みはこの容器の名称に基づく派生語である。ただし、 蒸気の入浴、洗面用の湯お及び茶道で用いる湯湯と同様に湯桶と呼んでしまう人が一般的に少なくないようである。ありがとうございます。